はい、こんばんはです。さあ、今日はね、シルエットから回っていこうかなと思ってます。で、これ見えてんのかな？まあ今日は20日の木曜日なんですけどね、明日21日金曜日、22日土曜日、APS の平日無料練習会、毎回言ってますけど、ここで行いますんで、ぜひね、公式練習会に向けて、ね、公式練習会が、総式練習会にならないように、頑張ってくださいね、皆さんで、ね。このぐらい大丈夫かな。10メートルはちょっとあれになりますが、ちょっと今日はこの横の角度から行ってみようかなと。ついでにね、この練習会何台も出るということで、な感じで撮っております。じゃあ、シルエットから行きましょう。はい、じゃあ行きますよ。はい。スタンバイ。レディーゴー。よいしょ。じゃあ8メートルから打っていきます。当たりましたね。あ、そっか。これ当たったとこ見えないんだよね。8メートル当たりました。続いて9メートルいきます。ちょっと嘘に動いたな、今。上行っちゃいましたね。もう一回9メートル狙います。当たりました。やっぱ保持できねえな、うまいこと。練習ね、もっとやっていくとね、もうちょっとね、止まるんですよ。かすって通りましたね。上下に動いちゃうのね、どうしてもね。横はなんとか。点ですけど、じゃあ7メートル最後に5発目。当たりました。さあ、じゃあ競技終わったら、セーフティーガイド15カバーしてくださいね。はい、ということで2人目ポチッと。一応ね、倒れてますね。18点でした。10メートルかなりね、かすりで倒れたんですけど、ラッキーでした。では続いてプロに行きたいと思います。うまく入ってるかな。ちょっと微妙な角度ですけど、今日こんぐらいやってみたいと思います。ではシルエットプロの競技ね、始めます。はい、2分間のコースですね。いい、スタンバイ、レディーゴー。よいしょ。さあ、では8メートルからやっていきます。ちゃんと入ってっかな。当たりました。続いて9メートルを狙います。時間がね、見えないですね。8メートルあれだな、ちょっと右に寄ってたかな。左か。当たりました。さあ、10メートルですよ。あれ？時間がこれ止まってるな、また。電池なくなったな、また。ちょっと2分間怪しくなってしまいました。
おお、当たった。今どのぐらいかな、時間。結構ギリだと思いますね、もう。7メートル。もうあと10秒ぐらいじゃないの、実際。16メートル、このまま打ちます。よいしょ。はい、当たりました。さあ、セーフティーかけてね、急降下をしましょうね。実際2分なんとか間に合ってるとは思うんですが、どうだったんでしょうか。ボタン押し忘れたのかな、それとも。ということでね、シルエット38点ということになりましたね。なかなかのスタートですね。じゃあ続いて、ブルザイに行きたいと思います。もうちょっと離れた方がいいかな。こっちの方がやっぱいいかな。そしてもちょっと暗くなるのかな。行きましょうか。ブルズアイですね。照明が1個ね、切れたってんですよね。暗いね、これ。はい、では2分間で5発ですね。音はちゃんと動いてくれてんだけどな。では行きましょうか。重厚カバーを外してスタンバイ姿勢ですね。ではブルズアイ2分間で5発第1ステージ第1ターゲットですね。いきます。スタンバイ、レディー、ゴちょっとしたかな、今。ありゃ、かなり下打っちゃったな。悔やまれますね、3発目。ちょっとアライメントが。あったな。よいしょ。はい、とりあえず5発終わりましたね。ちょっとターゲットを確認していきます。イエイ。あー、もうすごいと言ってんの。5点。45点ですね。で、第2ターゲット行きましょうか。では行きまーす。はい、スタンバイ、レディー、ゴー。しかし非常に地味な絵ですよね。あ、ぼやけてる。あれ、ずっとぼやけてるの、もしかして。やべ、時間ねえ、これ。
まだ上かな。ずっとぼやけたのかな、これもしかして。あ、ちょっとぼやけてるね。このままいっちゃいますね。もう疲れてくるとこれなんだよな。いやまた下だなこれ多分。はい、終わりました。イエイ。おー、粘ってる粘ってるよ。はい、一個これね、どんな感じで弾いてたのかな、後で見るの楽しみですね。95のね、245。これ 5X いいですね。95の 5X。ということで、最後、プレートに行きたいと思いますね。はい。じゃあ行ってみましょうか。ちょっとね、これ角度、うまく。さっきやってたんで大丈夫だと思うんですけど、どうかな。ね、ちょっと右端はねちょっとね重心見えないと思いますけど、はい、じゃあ行きたいと思います。これあれだな、右カメラすごい結構気になりますね。プレートスタンバイレディ。とりあえず外れた時外れたって言いますね。プレートスタンバイレディ。ここら辺から中高も打つんのかな。プレートスタンバイレディ。プレートスタンバイレディ。とりあえずね、下段クリアできましたね。今ちなみに7点マイナスできてるんでね、2枚落としてもグランドマスターの点数にはいくわけですよね。うわ、危ね。今ちょっとトリガーにかける指違うとこ行っちゃったんですけど、外した。プレートスタンバイレディ。これなかなか自分の参考になりそうな動画ですね。見ていて面白いのかどうかはね、まず今回に限らず僕のやつはね、みんなそうなんですね。
なんとか1枚ミスでいきました。これよかったらね、一緒に打ってもらいたいんですよね、できたらね。ちょっといくらか人と打ってる的な感じにもなってくんねえかなと。思ったりはしてるんですよ、一応。それでね、まあ、なるべく毎日ね、取るようにしてるんですけどね。あと自分のやっぱ練習にもなるんですよね、これ。外しました。さあ、残り3つ。外すときはね、なんか同じ感じ、指持ってくときにやっぱ左向いちゃってんですね。左向いちゃってるとか左に行っちゃってんですね、手がね。プレートスタンバイ、レディ。指をね、トリガーに持ってくときね。今みたいな感じで、今どうやって持ってってんのかな。よいしょ。うわ。あ、15パーが落ちてる。よし。さあ、ということで、終わりました。はい、なんとかね、2枚ミスで済みましたね。おっとっとっと。さあ、ということで、今回は、ブルーズアイがちょっと黒のペンがなくなっちゃって、95の5か、プレートが52ですね。めでたく185いきましたね。この 5X という結果になりました。さあ、どんな絵になってんでしょうか。そしてですね、また告知です。同じ内容なんですけど、明日の21日金曜日ね、午前10時から9時半まで、そして22日の土曜日も午前10時から9時半まで、APS カップのね、ここでね、まさにここですね、練習会やってますんで、公式に、練習会に向けてね、練習したい方、ぜひいらしていただけたらと思います。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。